世界のサッカーにとって非常に特別な日、 FIFA フェアプレーデーです。本日は世界中で行われるサッカーの試合で、全てのサッカーファミリーがリスペクト、フェアプレーを呼びかける日となっています。本日も両チームの選手、スタッフ、そしてレフリーがお互いをリスペクトする気持ちを持って、力いっぱいのフェアなプレーを見せてくれます。サッカーを愛する私たちには差別や暴力は必要ありません。差別や暴力が原因でサッカーを楽しむことができなくなることは決してあってはなりません。 J リーグ、そして J リーグに所属する全てのクラブは、ファン、サポーターの皆様と共に、この特別な日に誰もがサッカーを楽しめる世界を実現するため、ここに差別・暴力の反対を表明します。これより両チーム選手を代表し、鹿島アントラーズキャプテン長木選手、柏レイソルキャプテン秋野選手がリスペクト宣言を行います。私たちは人種、性別、生まれ、宗教、その他のいかなる理由による差別も認めません。誰もが安心安全にサッカーを楽しむ権利を持ち、その権利は誰にも奪うことはできません。私たちはサッカーの力でサッカー界から、そしてこの社会から差別をなくすことができると信じます。2016年9月10日鹿島アントラーズ長木亮太。今日スタジアムにお集まりの、そしてテレビで観戦している皆様へ、サッカー、そしてスポーツに暴力も暴言もいりません。暴力、暴言をしない、させない、許さない。私たちはこれからも誰もが安心して安全にスポーツをすることを楽しむことができるよう、リスペクト、相手を思いやる気持ちを大切にして、差別、暴力のない世界を作っていくことを誓います。2016年9月10日柏レイソル秋野宏樹。続いて始球式を行います。